マラヤーラム語は南インドのケイララ州などで話される言語である。インド憲法で認められている22の公用語のうちの一つであり、和者は約3570万人。マラヤーラム語を話す人々はマラヤーリと呼ばれる。マラヤーラム語はドラビダ語族に属する。言語の基本構造と聖書法は共にタミル語によく似ている。マラヤーラム語は 独自の文字マラヤアラム文字を持っている。タミル語、コタ語、コダバ語、カンラダ語及びマラヤラム語は共にドラビダ語族の南ドラビダ語に属している。いずれもタミル語への類似性はかなり顕著である。その中でもマラヤラム語はタミル語に極めて禁煙の言語であり、現タミルマラヤアラム語、すなわちタミルマラヤアラム語族からタミル語とマラヤラム語へ分離したのは 9世紀から400から500年間のように見える。初期のマライアラム語は、当時は方言関係にあった初期タミル語から多大な影響を受けた。このことから、マライアラム語はタミル語の妹と言われる。その後、不可抗力的な南部チリスによるケーララへの文化的生活への侵入、アラブ人との交易、北インドのイスラーム化に伴う南インドでの ヒンディ意識の高揚とそれによるサンスクリット仕様の増加、ポルトガルによる侵略などを経て、マライアーラム語はインドアーリア語派、セム語派、ロマンス語などから、タミル語とは異なるレベルの影響を受けた。この点はドイツ語と英語の関係に似ている。このことから極めて禁煙な言語でありながら、タミル語との意思疎通はそれほど容易ではない。言語学的に見ても同一言語の方言とは言い難い。 面がある。ケーララ州とラクシャディープ諸島は世界中で唯一マライアーラム語が主言語となっている地域である。マライアーラム語の口語の文法は次のサイトで見ることができる。マライアーラム語が書かれた最も初期の記録としてはバザポーリ非文がある。マライアーラム語の初期の文字は次の3つの特徴から構成された。マライアーラム語で書かれた3文で現存する最も古いものは チャナークヤのアルササストラ、母者クータリームに対するマラヤーラム語による単なる注釈である。異なる時点で書かれたマラヤーラム語の3文は、その時々における他の言語から受けた様々レベルの影響を示している。前述のタミル語、サンスクリットのほか、プラークリット、パーリ語、ヘブライ語、ヒンディー語、アラビア語、ペルシャ語、ポルトガル語、オランダ語、 フランス語そして英語。近代の文学は詩、フィクション、ドラマ、伝記及び文学評論に富んでいる。20世紀の作家ピライの作品には、いくつかの日本語訳がある。円形文字である、グランタ文字は9世紀にまで遡る。これを元としたハイ,インドブラーフミー文字が、マラヤーラム文字体系の起源である。この文字体系では、一続きになった文字要素は、 文節として読まなければならないが、個々の母音と子音を表す要素は容易に識別可能である。1960年代にマラヤアラム文字はそれほど頻繁に結合しない死音の特別文字と母音、u と結合するそれぞれの死音を分配した。現在のマラヤアラム文字は20文字の長母音、短母音、休止死音を含む53文字からなっている。 初期の形式の記述は1981年から新しい形式の記述と置き換えられた。この新しい文字体系は900種類近くあった。活字を90種類以下にまで少なくした。この体系以降はタイプライターやコンピュータのキーボードでマライアラム語を打ちやすくするために行われた。1999年には チトラジョクマールとケイイチフセインが率いるラッチャナオクシャラ・ベーリと呼ばれるグループが完全な文字のレパートリーを網羅した900文字以上のフリーなフォントを開発した。同年にはケイララ州の首都ティルバナンタプラムでエディタと共にリリースされた。2004年にはこのフォントがケイララ州古事のチン科学技術大学から GNU-GPL ライセンスでリリースされた。 イントネーションの種類、5位、文法のばらつき、音韻変化は、地域、共同体、職業、社会階級、流行及び技術で観察することができる。サンスクリットからの影響は、マラヤーラム語全体で大きいが、こうカーストの方言で、特に顕著である。また、少なくとも、ハリジャン方言では、他のインド系言語の影響が強い。クリスチャン方言では、 英語、シリア語、ラテン語、ポルトガル語からの借用語が多く、ムスリム方言ではアラビア語及びウルドゥ語からの借用語が多い。マラヤーラム語はサンスクリットから何千もの名詞、何百もの同詞、いくつかの語尾変化を借用している。いくつかの基本語彙はサンスクリットからマラヤラム語へそのまま使われている。インドの他の地域と同様にサンスクリットは 貴族階級や学校教育が使う言語とみなされる。ちょうどヨーロッパにおけるラテン語の地位に似ている。マライアーラム語の話者の2%を占めるナムブースリ方言においてはサンスクリットの影響は多大に制限されている。同時にポルトガル語とアラビア語の借用も制限されているが数の点ではサンスクリットの方が少ない。より正確にはザクセン語である。 アーカイブされたコピー。2009年4月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2005年12月6日閲覧。英語。ありがとうございます。